陽子の数と中性子の数で分類された各種の半減期の測定値と予測値、丸、ま、で囲った部分が安定の島があると予想される場所である。安定の島は原子核物理学において、安定の島の正確な位置については様々な予測がされてきたが、一般的には中性子数 n イコール184で予測された平角に近づいていくコペルニシウムや、 フレロビウム同位体付近に中心があると考えられている。閉殻が核分裂に対するさらなる安定性を与え、アルファ崩壊に対する長い半減期をもたらすと考えられている。これらの効果は、Z イコール114よび N イコール 184? 付近で最大になると予想されるが、安定性が増した領域は、隣接元素をいくつか含むとも予想され。 より重いダブルマジック核の周りに、さらなる安定の島がある可能性もある。島の元素の安定性の推定値は、普通数分から数日の半減期である。しかし、数百万年の半減期を予測している、推定値もある。魔法数を予測する、核核模型は1960年代から存在していたが、長寿命の超重核種の存在ははっきりと証明されてはいない。 他の超重元素と同様、安定の島の各種は自然界で見つかったことはない。よって、それらは各反応において人工的に作り出す必要がある。そのような反応を実行する方法は見つかっておらず、島の中心近くの核を埋めるには新たなタイプの反応が必要になると思われる。しかしながら近年オガネソンまでの超重元素の合成が成功したことは、 未知の同位体でも続く可能性のある110、114の元素の周りにおけるわずかな安定化効果を示し安定の島の存在を支持する。グレンシー・ボーグは安定の島という言葉を最初に作り出した。ジョン・ホイーラーは1955年に103以上の原子番号を持つ超重元素が存在する可能性を提案した。当時知られていた元素以上に安定性が増す領域は 核の殻の概念が最初に解明された1957年に提案された。核模型は原子核が原子の中のはるかに大きい電子核構造に似た方法で核の中に構築されている。すなわち、核の殻は通常互いに接近している量子エネルギー順位のグループであるが、時々中性子と陽子の数が核内の所要の殻のエネルギー順位を完全に満たすとき、 次の殻を満たし始めるのに必要なエネルギーは非常に大きいということである。これらのいわゆる殻ギャップでは各子あたりの結合エネルギーは極大値に達する。すなわち、そのような核は平角構造を持たないものよりも安定となるだろう。この模型の最初の概念は基地の平角のパターンから安定の島という概念が現れる超重元素への拡張をもたらした。 中性子の一つの可能な魔法数は184であり、それと合う可能な用紙数は114,120、122,124,126 12である。最も重い安定角 208PEB の次のダブルマジック角は31126であると提案されており、これは陽子と中性子ともに魔法数であり、よってこの角は 非常に長い半減期を持つと考えられていた。あとの計算で298フロリダが次のダブルマジック核となり、31126はマイクロ病以下のアルファ崩壊を受けることが示された。1965年安定の島の可能性がグレンシー・ボーグにより最初に提案され、後にローレンス・バークレー国立研究所の研究者が興味を持つようになった。 同位体298フローリダは可能性のあるダブルマジック数により特に興味深いものであった。この魔法の島への関心はいくつかの計算により安定の島の超重原子は数十億年の半減期がある可能性があると示されたことでその後数年で大きくなっていった。安定の島の元素はその高い原子質量にもかかわらず 自発核分裂に対して特に安定と予測されていた。もし長寿命の超重元素が存在すると、中性資源として、粒子加速器に及び非常に低い臨界質量の結果として、核兵器に使われるだろうと考えられた。これらの推測により、1960年代、70年代には、多くの研究者が自然界で及び粒子加速器による元素合成を用いて、超重元素を探求した。Z が、 偶数の超重元素で観測された崩壊系列をまとめたもの。特に110、112、114では過剰な中性子が多い同位体の安定性が増すという一般的な傾向がある。このことは安定の島の中心はより重い同位体の中にあることを強く示唆している。拡張周期表も参照1970年代に長寿命の超重核の探索が数多く行われた。 110から127の原子番号の様々な元素を合成することを目的とした実験が世界中の研究所で行われたものの成功したものはなかった。このことはこの時行われた実験は断面積が小さい場合は感度が不十分もしくは融合蒸発反応を介して到達可能な核はどれも検出するには寿命が短すぎることを示している。より最近の実験では これが事実であろうことが明らかにされている。自然界での同様の探索も失敗し、鉱石1モルあたりの超重元素の存在量の上限は1014と1011の間に設定された。これらの失敗にもかかわらず、軽オ音衝撃と常温核融合反応により新たな超重元素が数年ごとに様々な研究室で発見されていた。 最初の超アクチノイド元素であるラザフォージウムは1969年に発見され、1996年にはコペルニシウムまで到達した。これらの原子核は半減期が非常に短いにもかかわらず、ラザフォージウムより重い元素が存在することは、閉殻により引き起こされると考えられる安定化効果を示している。そのような効果を考慮しないモデルでは、 これらの元素は急速な自発核分裂により存在できないことになる。魔法数である114の容詞を持つと予想された。フレロビウムは1998年にユーリオガネシアンらにより、ロシアのデブナ合同原子核研究所で初めて合成された。元素114の単一原子が検出され、寿命。このことは安定の島の特徴である。崩壊系列の教科書的例とされ、 この領域に安定の島が存在することの強力な証拠を提供した。その後の20年間でさらに成功した実験によりオガネソンまでのすべての元素を発見するに至った。このオガネソンの崩壊特性はより安定の島の存在を支持した。基地の原子核は今まで通り最大の安定性が期待される N イコール184以下のいくつかの中性子に なるが、島の中心の位置はまだわからないままであり、N イコール184に近いほど安定性が増す。傾向が示されている。例えば 277CN よりも8個中性子が、多い同位体 285CN は、半減期がおよそ5桁長い。このことは未知のより重い同位体でも続くと予想される。変形核、編集1990年代初めからの研究により、 超重元素が完全に休憩である核を持たないことが示された。殻は、休憩の場合は安定しているとみなされる。核の形状が変わると、殻の中の中性子と陽子の位置が変わる。近年の研究により、大きな核が変形し、魔法数を休憩のものと比べて変化させることが示されている。現在の理論的調査により、Z イコール106、10 108や、 n の160、164の領域では、変形した原子核に対するからの効果の結果として、原子核が核分裂に対してより強い抵抗力があり、よって、そのような超重核は、アルファ崩壊を受けるだけであるだろうことが示されている。発疹ウム -270 は現在ダブルマジック、変形核であり、変形魔法数 Z イコール108。 n イコール162と考えられている。半減期は10秒である。n イコール162近くで隣り合うハッシュウムとシーボギウム同位体の崩壊特性の決定は、変形核における相対的安定の領域についての、さらなる強力な証拠を提供してくれる。中性指数 n イコール178、z イコール112近くの理論的な安定の島の 3D レンダリング。 島の上の各種は観測されていないため、安定の島にある核の半減期は未知である。多くの物理学者はこれらの核の半減期は、比較的、短く、数分から数日のオーダーであると考えている。その半減期は100年のオーダーと長く、109年にも、なる可能性があることを示す。理論計算もある。N イコール184での閉画により、アルファ崩壊と、 自発核分裂の部分半減期がより長くなると予測されている。閉閣は298フロリダ付近でのより高い分裂障壁をもたらし、核分裂を強く妨げ、これによりおそらくは閉閣に影響を受けない核の分裂半減期よりも、半減期が30桁も大きくなると考えられる。例えば、ダブルマジック核298フロリダは1019年オーダーの 自発核分裂半減期を持つ可能性がある。これは安定化効果の限界を決めていると考えられている基地の中性四欠除同位体284フロリダの半減期2.5ミズよりもずっと長い。未発見の同位体の中にはさらに短い半減期で核分裂を起こし安定の島を超える超重核の存在と観測可能性を制限すると予測されるものがある。 島の中心部においては、アルファ崩壊と自発核分裂の間に競合があるかもしれないが、正確な比率はモデルに強く依存する。100Z130 の1700個の原子核のアルファ崩壊半減期が実験的、理論的アルファ崩壊窮地を用いて、量子トンネルモデルで計算されており、いくつかの重い同位体については観測された半減期と一致が見られている。ベータ崩壊は、 島の中心と予測される場所付近、特に元素111から115の同位体で他の崩壊モードと競合すると予測されているため、最も半減期の長い同位体も同様に β 安定線上にあると予測されている。すべての崩壊モードを考慮すると、様々なモデルにより島の中心の298、フロリダからより低い原子番号へのシフトが示されている。 この中には 291CN と 293CN の100年半減期、296CN の1000年半減期、294DS の300年半減期が含まれる。これらの半減期は超重元素としては比較的長くなるが、地球上に原始的に存在するには短すぎる。原子悪日度と自発及び誘導核分裂に対する安定の島の間の、 中間の核の不安定性は、R 過程での核合成におけるそれらの生成を阻害する可能性があるが、宇宙船内で鉛に対して10、12の存在量で起こる可能性がある。最も重い超重元素の考えられる強い崩壊モードは、ドリン・エヌ・ポエナル、RA ・ガーゲス級、ワルター・グライナーによりクラスタ崩壊であることが示された。それにもかかわらず、これは、 Z イコール122より大きいものの影響が大きく、島の中心が予測よりも高い原子番号でない限り、島の中心近くの同位体の崩壊への影響を小さくすると予測されている。最初の物質として利用可能な核では、必要な中性子の合計数にならないため、安定の島の核を作るのは非常に難しいことがわかっている。アクチニドターゲットと組み合わせた。 放射性イオンビームにより安定の島の中心により近い中性子過剰な核の生成を可能になることがあるがこのようなビームはそのような実験をするのに必要な強度では使うことができない二2 5 0 c ーや二百 254S のような重い同位体もターゲットとして使えるため基地の同位体よりも中性子が一、二個多い同位体を作ることができるがターゲットを作るために これらの気象同位体を数ミリグラム作成することは難しい。また、最も中性子の多い基地の同位体、すなわち PXN や αXN チャンネルを占める同じ4 8 c a 誘導融合蒸発反応における代わりの反応チャンネルを調べることも可能と考えられる。これらにより元素111から117の中性子の多い 同位体の合成ができる可能性がある。予測されている断面積は XN チャンネルのものよりも小さいが、それでもこれらの反応で他の方法では到達できない超重元素の同位体を生成することが可能であるかもしれない。これらの重い同位体のいくつかは比較的長い半減期のアルファ崩壊に加え電子捕獲を受け、 安定の島の中心近くにあると予測される 291CN のような原子核に崩壊する。しかし依然として、β 安定線近くの超重核の特性は未解明であるため、この話はほとんど仮説状態である。アクチニド核の低エネルギー衝突での高くし、移行反応において298フロリダのような安定の島の同位体を生成することも可能であり得る。もし、 Z イコール114付近の空効果が十分強い場合、ノーベリウムやシーボギウムのような軽い元素は高い収率を持つと予測されているが、この逆循核分裂のメカニズムにより安定の島への方針が手に入る可能性がある。238U238U 及び 238U248CE マイナーの予備調査はメンデレビウムより重い元素を生産するのに失敗した。 ただし、後者の反応における修率の増加は 254S のようにさらに重いターゲットの使用が超重元素の作成を可能にするかもしれないことを示唆している。あとの 238U232S の研究により、104Z116 の新たな中性子化上の超重元素の同位体に起因するであろう、未知のアルファ崩壊がいくつか発見されたが、 生成物の原子番号を明確に決定するには、さらなる研究が必要である。この結果は、核効果が断面積に大きな影響を与え、安定の島は移行反応を用いた将来的な実験により達成されるかもしれないことを強く示唆する。Z イコール114、N イコール184付近の主な安定の島を超える閉角は、さらなる安定の島を生じさせる可能性がある。 より重いダブルマジック核の周りに二つの重要な島が存在するかもしれないと考えられている。一つ目は354,126付近であり、二つ目は472,164、もしくは482,164付近である。これらの同位体は自発核分裂に特別体制があり、アルファ崩壊半減期が年単位で測定可能であるため、 フレロビウム近くの元素と同程度の安定性を有する。このような概念は2008年のアメリカ科学会第235回全国大会でユーリー・オガネシアンにより提案された。しかし、そのような重い核の陽子間の十分、大きい電磁反発力により安定性が減少し、おそらく未結合共鳴として一時的にしか存在できないであろう。このことは中間の同位体。 そしておそらく不安定の海の中の元素は急速に核分裂を起こし本質的に存在しないという理由でこれらの島を主な核図表から孤立させるという不可的な結果をもたらすかもしれない。これらの元素は基地の元素よりもはるかに重いため、それらの合成には新しくより強力な粒子加速器が必要になると考えられている。ありがとうございます。